ちは、ビッシュ代理のレミリア・スカーレットです。相方のフランドール・スカーレットです。今回はスカーレット・ルーマニアモッドを普通にプレイしていきます。このスカーレット・ルーマニアというモッドはレミリア・スカーレットがルーマニアの国家元首になるモッドです。他にも色々と変更点があります。あとこのモッドは一度モッド制作者様が失踪し、その後他の人が引き継ぎました。それでは始めていきましょう。イベントです。安定度と戦争協力度が下がります。カットしてトルコを傀儡化する MF を達成。トルコが屈服。国力はあまり変わらないのになんでルーマニアの傀儡になることを選んだの？私のカリスマ。多分違う。しょぼーん。あと内政では美大落ちに聖槍を送ったり、昨夜の力でルーマニアの土地を広げたり、パチュリーの本をブカレストに移したりしました。昨夜が過労死しそう。MF でギリシャに進攻。進攻。失敗。進攻失敗。ブルガリアに進攻しておけば。ギリシャは諦めてハンガリーに進攻。この間にイベントでアリスが海軍提督になりました。イベントは？編集時に見逃した。併合。そういえばハンガリー残してたらウィーン裁定で領土取られてたね。後でブルガリアに領土を取られます。同じ陣営だから進行もできないね。いつもの。親の顔より見た団地費返還拒否オブ。ワルシャワが陥落してポーランドが降伏したんね。ユーゴスラビアに宣戦。ユーゴスラビア降伏。未回収のイタリアも私のものよ。さっきはよくもやってくれたな。やったぜ。なお領土はイタリアとブルガリアで分割の模様。カイロ陥落。これで潜水艦隊を北海に派遣できるね。てかイタリアが珍しく強襲上陸してるわね。親の顔より見たふり戦闘上陸。私たちの親って今後東方本編で出てくることがあるのかしら。分断。構成。イギリスが降伏。講和会議終了。は？ギリシャが飛び地になったわ。いつもの。親の顔より見た独ソ戦。当然参戦。傀儡のトルコにも参戦させて戦線を増やすわ。構成して。ドイツよりも進んでいるわ。70年後の未来のロシアのようにクリミア半島に侵攻して。物騒なことが書かれてるわね。これ全部征服して。面倒なのでやらないで、ストーピー主が。分断。もう消化試合だね。いつものシベリアマラソン。ソ連降伏。講和会議終了。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。まだ政治 NF 残ってたような。うぴー主に言って。